やマジで今日すごく不愉快な不愉快面白いことがあって、なんかとんでもないことに巻き込まれてるってツイートしたじゃないですか。であれは何かっていうと、私さっきまで串カツ食べてたんです、だるま行ってて、で今ホテル帰ってきたんですけど、であのね、まず一人で行ったわけ、あのユニバ一緒に行ったことはもう別れて一人で行って、閉店が10時半でラストオーダー10時で、入ったのが9時10分ぐらいで、なんかすごい店員さん嫌そうな感じで、でなんか、あ、座りますかみたいな、あ、全然ラストオーダー間に合うんで大丈夫ですみたいなこと言って案内してもらったの。そうしたらさ、なんか明らかにさ、なんか視線を交わし合ってる男2人と女2人の間に2席空いてたの。多分他の人たちがいたんだろうね。で、明らかにこうお酒をこう揺らしながらお互いを見つめ合ってる男2人と女2人の間に座らされたの。まあ、信じられないと思って、他の席ないのかなと思ったんだけど、店員さんはよっぽどもう今日店を閉めたいのか、もう店の中の掃除をしていて、で、もうそこしかなくて、いや、マジかよと思って、まあ別にいいかと思って、ね、まあ仕方ねえなと思って。で、本当にあのバカみたいな感じで4人ともね、まず右側の女2人はなんかずっとセックスの話をしてるの。なんか私はセックスがしたいんじゃなくて、彼から愛されてるっていう実感が欲しくてセックスをするんだよねみたいな。でも、ね、セックスって言ったのエッチっていうの、そうエッチがしたいんだよねみたいなこと言ってて、その時点で気持ち悪いじゃん。本当に頭が知能が低い、あのいかにもね、あの短大出てそうな女みたいな会話するなと思ってそれを聞いてたんですけれども、で左側のやつらがもうマジで聞いてください、韓国人でなんかずっとなんかアニョハセヨみたいな感じで喋ってるから、でさ、もうずっと喋ってるんだけど、なんかなんだろう、すごい気持ち悪いの。なんかあの自分が日本語を喋れますよアピールをしたいのか、あ、ビール生2つ、ほらお前もう行ってみるよみたいなことを韓国語で言って、ビール生2つみたいなことをずーっと言ってて、店員さんはどれが注文かよく分かんなくて戸惑ってて、それでさ、なんか日本語ができるアピールをなされていらっしゃったのね。すごくうざくて、その韓国人何がうざいかって、日本語を喋れるアピールをしたいから声がでかいんだよ。今の私以上に声がでかいの。声がでかくてさ、しかもなんか韓国人が全員そうなのかは知らないよ。知らないけど、なんかめっちゃ咳してんだよ。風邪ひいてんだよ絶対。でも手しないの。韓国人ってさ、咳するとき手しないの？これは韓国人に対する誹謗中傷になるかもしれないからあれだけど、韓国人ってもしかして咳の時手しないのかなって思ってみたいな感じで本当にうるさいと思って、あと耐えられなくなって、そいつ英語がずっと上手で、なんか店員さんと英語で喋ってる時もあったから、英語いけるんだと思って、あのジェスチャーとなんかたどたどしい英語でくしゃみ、その時は手やれみたいなことを言ったのね。あーで、おー、ソーリーみたいな感じで。で、そっからはもう、でも声のトーンは変わんなかったから、私はもう右のバカな頭の弱い女どもの会話も聞きたくなかったし、左側のなんかもうしょうもない韓国人の話も聞きたくなかったから、あの、エアポッドプロをね、してずーっともう黙々と串カツを食べていたの。で、あの、そうしたら事件が起きたのね。なんか、韓国人の男が、あの、立ち上がったんだよ。で、立ち上がって、その、あの、女たちに話しかけに行ったのよ。え、もうわかる？私、間で一人挟まれてんの。もうマジでなんだよと思って、なんか話しかけ始めて、ええと思って、で、私 AirPods Pro でこう聞こえないふりしてるから、でもなんかあのノイズキャンセルをオフにして聞こえるようにしたんだけど、で、なんか、韓国人だから日本語がまあ拙いわけ、まあ、でもすごい上手な方だと思うけど、で、拙くて、あ、1時間、これから1時間どう？ダメ？みたいなことを言うわけ。勘弁してよと思って。なんかすごいもうありえないと思って、もう別の席でやってくれよと思ったんだけど、でなんか相方の男も立ち上がって、なんか1時間30分だけでもいいからさって、なんかちょっと4人で話しない、別の店行ってみたいなことを、あのすごくめちゃくちゃたどたどしい、あの英語と日本語で言うんだけど、通じなくて、
で片方が日本語のプロってことじゃないけど、まあそれなりに喋れるんだよ。ね、その片方の方が、あ、1時間あなた美しいから連れて行きたいみたいなことを言って、で女二人ははみたいな顔してて、でね、その後なんかその男が、あ、私の日本語拙い、あ、でも、日本語できるとかっこいいでしょみたいなことを言うわけ。え、そうしたらなんか女がなんかいきなりめちゃくちゃ辛辣になって、いやでも日本人って全員日本語喋れますからね。でもそれは韓国人には通じてなかったんだけど、多分言いたいのは、日本人はみんな日本語喋れてかっこいい人もいるのに、日本語がたどたどしくてかっこよくもないお前の話をどうして聞かなきゃいけないんだっていうことを言いたいんだと思って、結構言うなって思ったの。でもね、その韓国人は自分が何言われたか分かんなかったからね、もうこの後の行動がありえないの。何をしたと思う？私の肩を叩いたの。私聞こえないふりしてるから AirPods Pro 外して、何ですかって言ったら、なんか英語で喋りかけられて、あの子さっき英語で私に喋りかけてきたよねみたいな、はあ、それなりになら分かりますけどって言ったら、今から英語で喋るから通訳してこの人たちに喋ってくれませんかみたいな、この人たちをナンパしたいんですけど代わりに通訳してくれませんかって言われて、何を言ってるのと思って、なんで私がそれをしなきゃいけないのと思って、でなんかすごいべちゃくちゃ言ってたから、いやなんかこの人たちはなんかナンパしたいみたいなんですけど、お二人はその気ありますかって聞いたら、いや全然ないですって言われたから、なんかちょっと全然ダメみたいですみたいなことを言って、で女二人はもう気持ち悪いと思ったのか、もう伝票を持ってもうその場で、あ、じゃあもういいんですすいませんってバッて出てっちゃったのよ。で気まずいさ、うちら3人が取り残されるやん。そうしたらさ、韓国人がさ、なんて言ったと思う？ああ、あなたでもいいよって言ったの。なんだよ、なんだよ、やめないでよ。いや、ないです。帰ってきた。お会計パッと済ませて帰ってきたんですけど、僕韓国人嫌いになりました。これで韓国人マジ嫌いになったんで、よろしくお願いします本当に。前回も串カツだるまに来た時にすごいキモい男と会って、何かっていうと、私チーズが好きなの、モッツァレラチーズが串カツだるまの中でめっちゃ好きなので、いつも通りチーズをめっちゃ頼んで、で食べようとしてた時に、私ソースが好きなので、塩が公式というかよく食べられる食べ方なんだけど、もうそんなの知っててソースがいいのね。そしたら隣のおっちゃん、覚えてない、お兄さんだけ覚えてないけど、がなんかそれ塩で食べるといいよっていきなりなんか話しかけてきて、でこういうのは聞こえないふりするのが一番だと思って、聞こえないふりしてソースぶっかけて食ったら、あーって言われたのが未だにイライラしてる。私あの時のイラ立ちが未だに忘れられないの。